皆さんこんにちは、株式会社本つづる勝山の勝山隆一と申します。今回このような場所にお招きいただきまして本当にありがとうございます。ちょっとあまり喋ることが、慣れておりませんので、ちょっと、不適合があると思いますけども、どうぞご清聴よろしくお願いします。でまず、私のご紹介なんですけども、西京都西陣織の、つづれ織を営んでおります。つづれ織といったら皆さん、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、鶴の恩返しを見ていただいて想像していただいたら分かると思うんです。大体全部手織りでキーバッタンキーバッタンと織っていく技法なんですけども、今会場 の2階の方にも、今回つづれ織の職人さんを連れてきておりますので、もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、そちらの方もご覧になってください。それで、まずつづれ織なんですけども、今こちらの画面に出ておりますのが、一番古いというされていますつづれ織の、画像なんですけども、こちら奈良の大間寺にあります大間曼荼羅というものなんです。こちら7世紀ほどに、おられたとされておりまして、伝説では奈良の中将姫という方がおられたということで、残っているんですけども、最近の科学とか、その研究の、ことでは結構中国の方でおられたもんじゃないかなという形で、そういう説もありますんで、こちらの方一つ説をご説明させていただきます。そしてつづれ織の特徴としましては、全部手織りで織るんですけども、今回この文化とコンピューティングという、会議の中で全くそのコンピューターが入ってない技術ではあるんです。で全部職人さんが一つ一つ織っていく技術でして、その特徴としてはこうやって、クジャクのこの今帯が出てきてるんですけども、縦糸が全部これ白色なんですけども、横糸だけで糸を織り込むことによって、表現することができるんです。見ていただいて分かる通り、本当にすごい繊細なぼかし方とかもしてありまして、絵画的な表現ができるということで、すごい、芸術的な特典からも、素晴らしいとされているというふうに伺ってはおるんですけども、つづれの織り方として大体2つほどパターンがあるんです。思いっきりその言うたら正確に図案通りに織るポイントと、それとあと職人さんがその図案を見て、こういうこのクジャクの柄みたいにぼかしなんかを自由に自分のイメージで、織っていくパターンと2種類あるんです。でこちら今ご覧になっているのは職人さんが本当に配色糸を自分で選ん でそしてこういう図案通りに自分の見た図案のイメージと自分がその織るイメージとをとりあえず折り重ねながらとりあえず折っていった帯なんですけども、でこれが拡大図なんですけども、細かいところで言うたら右下の方の白い青白いところから左上の方に濃くなっていく青のグラデーションなんかもあるんですけども、これが言うたらつづれの特色でして、本当に綺麗にさっとぼかすことができるのが職人さんの技術なんです。本当に素人がしてしまうと一定のパターンでぼかしてしまうので、なんかちょっと規則正しいというか、なんか規則正しすぎてなんかイラッとくるというか、ちょっとイライラッとするようなそういうぼかし方なんですけど、これはもう本当に職人さんの感覚で、ここはちょっと深めに入って、ここはちょっと浅めにちょっと色変えてとか、そういうことで感覚的な問題になるんですけども、本当に手間のかかる職人さんの技術だと思います。これが今から見ていただくのは職人さんが織ってるその実際の図なんですけども、今見てもらっている通り、職人さんがこれ織ってるのは家紋です。家紋って言ったらご存知の方いらっしゃると思いますけども、各家庭に一つずつ家の、紋ですね、家を代表する紋としてお持ちいただいているものをこうやって今つづれの職人さんが織ってるわけなんですけども、拡大して見ていただいて、今金色の糸でその紋をちょっと織ってるんですけども、細かく往復しながら織ってるところはお分かりになるでしょうか。こうやってつづれの特色としては、その金色は金色だけで積み上げていきまして、今度横にあるその紺色の糸、緑ですね、どっちかというと緑ですけど、緑の糸の絹糸で、積み上げていくんですけども、必要なところだけこうやって往復しながら登っていくのがすごいつづれの特徴で、本当にすごい、何往復も日を往復させながら職人さんがこうやって縦糸を何ミリ、0. 何ミリっていうその縦糸をすくいながらこうやって折っていくので、すごい技術的にはすごい手間のかかる仕事で、なおかつやっぱり
細かい仕事しますんで目もやっぱり悪くなりますし、同じ体勢で1日8時間とか追っていきますので、だいぶやっぱりすごい体にもすごいちょっと酷な仕事なんですけども、それでもやっぱり折ることがやっぱ好きやからっていうふうに言ってくれはって、こうやって一生懸命追ってくれてはるんです。でまたこの家紋の話をさせていただきますと、なぜ家にその家紋があるのかって言ったら、まあ大体説はいろいろありますけども、戦国時代の時に旗印として紋を使ったのが始まりとされている説がまあ有力なんですけども、そこからまあ江戸時代、明治時代という形で一般市民の方にもその家紋を使うという風習が流れたと思うんです。その中でやはり各家長の男性の変な意味じゃないんですけども、長男、主人の男のご主人から長男の方に家紋を受け継いでいく、そういうなんかその家を代表していくものを譲るっていうことに対してやはり何か意味があるんじゃないかなと僕は思ってるんです。でやはり今こういう家紋のものを知らないっていう方もいらっしゃいますし、なかなかその若い時期でこういう家紋に触れることは少ないとは思うんですけども、やっぱり、少なからずこういう家のものを引き継いでいくっていうのはすごい何かやっぱり意味があると僕は思うんです。ですのでちょっと画像を戻しますけども、次にこれなんですけど、これは火って言いまして、折るときに今職人さんがこうやって縦糸をすくう道具なんですけども、今この火を作る職人さんもすごい実はいなくて、小道具を言ったら作る職人さんも枯渇っていうか、本当に高齢で後期ね、年齢が高くなって引退されたりとか亡くなったりとかしてなくなってきてるんです。でそういうちょっと現状も踏まえて、折る人はいるけども小道具がなかって折れないっていう風な状況にもとりあえず今の伝統産業の方ではなりかけているので、ちょっとお伝えしておきます。でこれなんですけども、ちょっと本当によく取れてよかったと思うんですけど、爪にギザギザっていう風に切れ目が入っているのは見えると思うんですけども、別名つづれ折り、爪かきつづれと言いまして、職人さんの爪をこうやって引っかきな使って糸を詰めていくんです。そういうとこからすごい言った伝統工芸という形で言われてるんですけど、皆さん本当に人の体の一部を使って、織物を作るということがどういうことかっていうのをちょっと一回この機会にちょっと考えていただいて、いただけたらいいなと思います。はい、こういう折り図とかやってるんですけど、これも別の職人さんの、画像なんですけども、これはロツズレといいまして夏帯を折ってるところなんです。で、大体今すいませんちょっと待ってくださいね、はい、ロツズレ折ってるんですけども、夏帯折ってます。夏に締める帯なんですよね。で実際その夏帯、夏の時期に締めるものなんですけども、そしたら涼しくなるのかっていう話があるんですけども、ロスズレ締めても、大体変な話、着物着たら暑いんですよね。ただなんでこういう隙間の空いてるロスズレ言ったら隙間が空いてるんです。縦糸がちょっと吸い付けてて、なんでその夏帯を締めるのかって言ったら、自分が涼しくなるんじゃなくて、その夏帯を見た人がこの人をロツで締めて涼しそうやなっていう形で他の人が涼しいんですよね。だから自分がどうのこうのではなくて、見た人が一体どういうふうに思うのかっていうのもすごい、こういう帯なんかにあえて、これもなんかすごい日本文化の一つかなと思うわけなんですけども、他にも一応いろいろとあるんですけども、職人さんについてちょっとご説明させていただきましょうか。職人さん一般的には低収入というのがありませんで、あくまでもやっぱり商品を作って納めてお金をもらうというのでいろいろとあるんですけども、難物とかいいものを作ったらやっぱり織り工賃というかその工賃が上下するんです。ですからすごい、真剣に職人さんは物を織らはるわけなんですけども、ただやっぱり時間というのが限られてまして、例えば2週間3週間で折ってくれと言われたものが、ほんまやったら3週間半ぐらいかんねんけど3週間で折れって言われたら、それは結構時間的に厳しく言う部分もあるんですけども、そういうものをやっぱり時間の制約もある中ですごい葛藤しながらいいものを作るっていうのが職人さんの性格がありまして、先ほども、やっぱり画像動画見ていただくと分かる通り、家紋の柄を折るだけでもやっぱりすごい何十回という形で火を往復して足踏み替えて詰めていくんですけども、
4メーターの生地を織るのに大体1日8時間織り続けて、最低でも4日から5日はかかるのが通常なんです。ですから職人さんの本当に根を詰めて、織られたものが本当に手作りの良さっていうので、皆さんに知っていただけたらいいと思いますんで、よろしくお願いします。あと、今回こうやって着物文化という形で、この場の人に、またいろいろと発言させていただきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。それではこれで終了いたします。